シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よくなけばワートリコのバカちゃん引いてくって言うんやぞぜ。さあというわけで今回はワートリコのバカちゃん本アカではなくてサブアカを引いていくぜ。あれ結構引いてないって思った人いるかもしんないんだけども、まあ、確かに本アカは動画を2本出すほど引いたんだけども、サブアカは全然引いてなくて、第1弾の時も、多分2、30連しか引いてなかったみたいで、コラボキャラが全然いない。コナミ先輩とクガを持っていないのよ。しかも、チカちゃんとラック90ができていないということで、これは怖いでしょ、本当に。今回マジで強いもん。だからそれを狙うために今回はガチャを引いていくぜ。まあ、サブたちって本当にあんまり課金しないから、もうなけなしのオーブを集めてきた。だけどピックアップないから怖いけども、まあクガが欲しい。まあ、とは言ってもよ。まあこれクガが出なくても、万が一出なくても、第2弾から、本部長、まあ篠田さんが出てくれたらそれで嬉しいかなと言ったところかな。まあ、レイジとトリマルは、いっぱい出たから、ちょっと今回ね、遠慮してほしいということで、早速、引いていきますか。やっていこう。さあ、というわけで、やってきたぜ。引いていきますか。まあ、こんな感じね、所持率は。さあ、頼むぜ。クガ。コナミ先輩、チカちゃん、楽90。ほらーすっごい頼む頼む頼む、オーブほんとないのよ、マジ頼む頼む。はいはいはい、しゃー、どっち。違うわじゃない、欲しいから十分。はい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 、まあやっぱりね、やっぱりそうなるんだわ。まあということでオーブ集めてきたわ。まあ、ジンさん欲しかったから全然いい。違うわではない。これは嬉しい。ラッキー。ほらー、まあ、でもやっぱり俺ってほんと狙ったやつ出ないよな、いつも。これはほんとその流れだわ。頼む。はい、はい。白芸リゼロコラボサンキュー。はい、はい、はい。白芸リゼロ、おえ！うわ、何しかもだ。白芸並ぶだ。白芸並ぶな、おい。何それ、ちょっとおさむ多い、何それ。さあ頼むぜ、マジでかき集めてきた。ほらー、マジ頼むわ本当に。はい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 、あクソネズミ、はいはいはい、チカちゃんオッケー、はい。厳しい、待ってくれ待ってくれ、厳しすぎんかこれ。さあというわけで特玉かき集めてきた。まあ、とは言ってもモンストの飛行感忘れたけど、これで出るぜマジで。ほらー、これにかける、よく出るから特玉で。このサブはしゃーしゃー、なんでさ、これが正真正銘ラストバトル。星玉もあるから頼むぜ。ほらチカちゃんは3体以上出れば完璧。クガ、コナミ先輩頼む、クガチャンス。はい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 、うざかい、はいはい、どうしよう、うわチカちゃん。でも徳玉じゃ星玉来る、よしクガクガクガ、頼む頼む頼む、コナミ。うわ、これ第2弾だってこれ。じゃあ本部長、本部長、痛い目あったんだから本部長来ないとおかしいよ。うれしい。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方がねえ。お腹いっぱいの服、簡単には渡さないよ。くー
こんなに出たからには俺遊び尽くすからよ。22の極このパワー、ドッホ、この破壊力半端ないよ、マジでやばくない？ 3P ちなみに超バランス型にしてないから 1P、2P、4P はしてんだけど 3P してないのに今の破壊力、いやこれはやばい、高性能すぎるでしょう。さあ次は魔導士を3匹倒していくぜ。いけ、のら、オッケーオッケーオッケー、うっ、うっ、オッケー、いや、やばいよ。超アンチダメージウォール、超バランス型、弱点キラー、それが乗った、まあ、とんでもない破壊力、それを、あ、斜めですか？斜めで行ってみよう。いや、マジで破壊力抜群すぎる。あ、オッケー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 。あー、やっぱで、けど、ごめん。超マインスイーパー M 活かせるような打ち方じゃなかったね、今。まあ、それもあると考えたら、普通にね、ゲージ1本持っていける。まあ、横で打ったら、ま、全然いけるんだけど、いや、半端ないわ。じゃあ、縦勘で、アルマゲドの股間にぶち込んでいくぜ。オッケー。いや、全然、弱点殴らなくても、いけたな、本当に。いや、この人を殴りだけではなくて、回復 M 持ってたり、友情コンボでユースピーアップ持ってたりとか、サポート面も優秀で、ほんと全体的に性能がいいというふうになってんだけど、まあ、今現状困っているクエストで、土手規制もらっているというわけではないから、まあね、優先度が低いという感じにはなってんのよ。まあでも本当に今後ね、十分活躍できる、裏原、キスケみたいな感じで、お、これはいいよ、これはいい、これはいい、これはいい。どら！ない、完璧！これよ。もうこの効果力。まあね、さっきも言った通り、まあ、浦原さんみたいな感じで、今後ね、活躍可能性が、まあ、十分あると、言った感じになっているぜ。まあ、そのね、高難易度土手規制もらってないのと、ちょっと SS が惜しいかなと言ったところかな。追撃が、高難易度ではあんまり通用しないと。まあ、ここでも後で、撃ってみるぜ。お、いいね。いい感じ、いい感じ。お、すごいな。本当に。さあ、これで突破。アルマゲドの4つのたまたまを潰す！どら！オッケー。たまたま完了。さあ、まあ、ラスゲーは2段階目がたまりそうにないから、後でも別撮りで2段階目は打ってみるのと、ここは、純粋な殴りで1段階目やってみよう。すげえいい場所。1P の SS が打てるんだけど、撃つこれ、もう撃つか。行こう、弱点つくわ。右下の角狙って上がっていって、弱点殴って、どれだけ出るか。行ってこい。とすごい、マジで気持ちいい。え、今超アンチダメージボール、超マインスイーパー M、 弱点キラーとか超バランス型全部乗ったんか。うわ、半端ねえ。まあ、よかったらお試しあれ。オッケー、次の方だおぜ。あ、迷う。あー、SS 撃ってくる。これで横勘でちょっとよ、降りていって撃ってみよう。あ、す、そうか、すげえ削るんだわこれ。いや、十分出てない。もう一回やってみようか。これで、やってみよう。外して、右側に、配置。これで、どんぐらい出るか。おい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 ！あー、やっぱ22では結構出るのか。さ、これで終わり。27の動きやってきたぜ。普通に、ゴーンでいいな、これ。オッケー！というわけで、ちょっと遊び尽くしたわ。みんなも、お試しありつけないでください。あばよ。